トルクメニスタン航空の本拠地である。かつての大統領サパル村とニアゾフの名を冠して、サパル村とトルクメンバ橋空港とも称する。急増する航空需要に対応するために、既存の空港を改修して建設されることとなった。政府は2012年にアシガバードで建設業者の入札を開始。その結果、1990年代後半から同国で、 事業を行ってきたトルコの建設会社のポリメクスが落札者となった。2016年9月17日に開校式典が行われグルバングルベルディムハメドフ大統領が出席した。建設費用は23億ドルであった。新ターミナルは鳥が翼を広げた形の珍しい設計であり、年間1400万人の収容能力がある。さらに、 エアバス A380 やボーイング747から8などの大型機乗り着陸が可能な3800メートルの滑走路も作られた。2020年1月現在の路線一覧である。ありがとうございます。